卒の方、フリーターの方、第二新卒の方は DYM 就職、あなたに合った求人をピンポイントでご紹介します。詳しくは概要欄をご覧ください。皆さんが今年1年で購入したもので良かったもの、ぜひこれを皆さんに使ってほしいというものをちょっと紹介してほしいと思います。ウッドウィックって何がいいかって言ったら、もちろん香りも多種多様なものがたくさんあるし、それ使うとお友達に歯白くなったって、へー、でしっかり口臭も予防してくれるので、うん、臭いと思ったことないです、ね、あと皆様にね、他にももしおすすめするとしたら、うん、iPhone 使ってる方、うん、買い替えたりする方いるでしょう。 Apple Care に入るよりも最近は民間の保険会社に入った方が断然安くて、同じぐらいのものが受けれるものが多いですね。へー、それは何というものだったりするんですか。いっぱいある種類が、でしかもその iPhone だけじゃなくて、例えば Apple Care だったらさ1400円とか付きするやつが700円で iPhone も付くし、 iPad とか他のパソコンとかも、しかも昔買ったやつとかも保証対象にできたりするもの。なんだと思う。アップルケアに加入しますかって買うときすぐ言われるけど、一回ちょっと検討してから買い物した方がいいんじゃないでしょうか。なるほど、私これ使ってみよう。あとは今年買ったものはね、高級体重計、5万円ぐらいする体組成計。なんだこれね、ジムやってるもんね。全部測ってくれるやつ、ね、こう全部これやってもらったらジムであるよ、ね、もうどこの部位に筋肉が少ないかも出るの。 あとその体脂肪率とかも出るし、あと筋肉の質も呼んでくれたりとかして、毎日乗ったら乗るだけで痩せた。そして私もう一つ、もう一つどうぞ。いいですか、はい、家をねスマートホームにしてるんです。あ、私もしてるんですけれども、うん、最近ついに家の鍵までスマートホームに出しまして、スイッチボットのスマートロッカーレクサっていうのを設置いたしましたら、うんうん、私はね家に帰るまで泊まりたくないんですよ、ガチャッとかってやるのをさ。でもさ、家のさ鍵ってオートロック、私番号知らないの。オートロックは鍵じゃん。鍵とかカードでカードで、そうそう、なんだっけ、あれオートロックって番号で開けようと思って開けれるんだ。そういうのもあんだ、うんうんうん、なんだけど私はその番号知らないから、いちいち鍵でやんなきゃいけなかったんだけど、そのスマートロックにしてから自分の家の番号を押すじゃん。そしたらもうこっちでピッてやればピンポーンってビーンってカチャって開けるようになって、閉めるじゃん、閉めたらまた自動的にロックされる。だから家に出て心配事がなくなった、鍵を閉めたっけなとか、あとスマホでさ多分見れるんやろな今施錠中かどうか。そうそう、見れる。でもし開いたら、開いた時間も出るのよ。だからもし誰かがねカチャ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 って開いたとしたら分かるし、で何がいいかって言ったら、これで合鍵が渡せるんですよ。ああ、男に、ね、AI が暴走して締め出されたりとか、締め出されたら携帯で緊急解除っていうのがあって、なんかスパイがさこれをハックして殺しに来たりこうね。あのさ、私別に何者でもないんだよチャンネル登録よろしくな。もう一個紹介したいものあったけど、なんか言うのやめようかな。なんで言うの、言うなよ。 U パックじゃないバージョンのパックとかやめてよ、うん、でもこれなんで、これなんで、それあんた2日間洗ってない臭いマスクでしょそれ。だって今日、だって昨日言われたんだもん、持ってきてください。現物これマスクです。え、それ本当にマスクじゃん。本当にマスクどうやって使う。夏使ってたんだけど、こうやってやって、そしたら日焼けしないなるんですよ。私結構肌荒れしやすいから、日焼け止め塗っても肌荒れちゃうんですよ。で塗りたく、苦しそう。これめっちゃ苦しくなくて、薄いし安いんですよ。ゆげちゃんってちょっと変わってるね絶対買いたくないもん。だってさ、でも日焼け気にしてそのマスク買うんだったらさ、その角出しとかやめたら。外歩くときは本当にただの不審者みたいな私もそうなんですよ。ナスは結構でも高機能素材で、フェイスカバーにもネックウォーマーにもなるし、ヘッドバンドとしても使ってもいいし、あとリストバンドとしても使ってみたいですよ。これいくらなの。999円。あ、安い。あと何か良かったものある人はいるんですか。良、はい、かったというか、なんか面白いなと思ってたのが、なんかカメラ付き耳かき。買ったんだ。しかもさ2000円で売ってんのよ。スマホで見てできるから全部見えんの。汚ねえの、あれちゃんの耳の穴。いや、なんか全然大丈夫だった気がする。だった気がする。でもなんかそれで例えばなんか見えないとさ、入れすぎたりとか。そう、逆にね奥までやりすぎても良くない、ね、意外とさ、なんかカメラついてるやつで見てたりすると、あ、この辺だっていいんだみたいなのがある。これ2000円ぐらいだったらいいね。みんなのアルバイト買って
良かったものってあんまりないじゃん。もらって良かったものとか今度言いたいね。まあ確かに。もらって嬉しくてそれこそずっと買い続けてるものある。あの部屋用の乳液、髪の用の乳液があるの。なんかスプレータイプで。自分ではなんか買おうと思わないね。それはすっごい髪の調子良くなって。でも私ブラさんからいただいたのお風呂にあのかける時計。あれ良かったですよ。お風呂入ってるとほら時間忘れるから、朝とかシャワー浴びてる時とか、自分が遅刻する一番の要因がお風呂の時間が麻痺するって、今何分ぐらいシャワー浴びてるか分かってなくて時間ミスるっていうのがあるから、時計いいかもね。お風呂に時計置いとくといいかもしれない。確かにね、なんかもっと早くできそうだよね、見ながらだったら。でも俺さ、今さすっごいね欲しいのが、洗濯機、冷蔵庫、テレビ全部あんねんけど、同時に買ったんやんか、東京に来て、うん、で、東京に来たのが10年前なの、11年前とか、うん、ずっと同じの、ずっと同じやつ使ってて、洗濯機とか7年ぐらいで、うん、でも全然使えてんのよってなったら、まあ一番はでも洗濯機は新しくした方が分かる、洗濯機変えた私も。そう、でも洗濯機分からへんねん、どれがええんか。いわゆる洗濯乾燥機でしょ、まあ、14万とか15、6万か、ちゃんとしたものを買うとやっぱ30万とか40万で。でも結局そのね、例えばドラム式とか縦型とこうあるやん、横型。でもドラムがかっこええなって思っとったん、海外のドラマとか見てると。でもあれもあれで良くないとか言うやつ、ね、海外のやつってさ乾燥強いのよあれ。でもちゃんと乾燥してほしいやつは電気代はえげつないっていう。でもその洗濯の悩みがずっと抜けないの。もうこれぐらいのなんか乾燥機みたいな今流行ってるよね。それは安い、なんか ね、それは値段的にもそんな高くないし、あの電気代も安いって言われている。へー。でもさ、洗濯しました、畳んでまたこういう風にさ、こうやって入れ直さなきゃいけない、その手間を省きたくない。取り出したらもう切れるみたいなのがいいのよ、うん、そういうことでしょ、うん、だからあの小型の乾燥機入ってるかもしれないけど、それをまた取り出して乾燥機に入れるのは嫌だよね。じゃあもう諦めなさい。だからこういうもう全部ね、洗濯乾燥機がいいよね、楽しいよね。洗濯機の芸人も呼んでもらっていいね。家電芸人呼んで、私25万ぐらいの洗濯機買うから最大、私の洗濯機を探してください。もういいか、もうロケで。みんなのアルバイト、あなたは何が今年買って一番良かったものですか、伊藤くんは。あれが良かったです。あのバルミューダのトースター。わあ。普通の食パンがすごいサクサクになるので。それ普通のトースターじゃダメなの。いやでもなんか全然違います。普通のコストコで買ったピザもすごいサクサクに焼き上がります。へー、はい、え、でも普通のトースターでもサクサクに上がるくない。全然違います。なんかちょっと水を入れるんですよ。中はふんわり外はカリみたいな感じでね。他はあとあれ、ソーダストリーム、ソーダ作れるやつ、水から。みんななんか買うけど使わなくなるみたいな。いや全然使ってる。米ご飯とかあれで食べたりとかする。でも俺めっちゃ毎日炭酸水買うの。あ、じゃあ多分そっちの方が安上がりだと思う。そっちの方が安上がりなのかな。ウォーターサーバーもあるお家。ウォーターサーバーは昔あったけど、うん、やめたの。中が汚いでしょ、ウォーターサーバー、まあ、洗えへんや。なんかあれ本当はだから何回か、なんか年に1回ぐらい業者呼んで洗ってもらうんだけどね、本当は。そう、